車椅子ドラマー貴教。皆さんおはこんばんちは。車椅子ドラマーの貴教です。僕はですねツーバスを置いてるけどもツインペダル、プレイヤーでございます。詳しくはですね前回の動画をご覧くださいませ。なわけでございまして、僕が使ってるねツインペダルなんですけども、購入したのがですねなんと今から23、4年前の話でございます。なのでめちゃめちゃもうボロボロなんですよね。でそもそもねじゃ あのツインペダルじゃなくて普通のペダルっていうのも今使ってるツインペダルのシャフトを外した状態で両方ねあのキックペダルとして使ってたんで、実質もうこのペダルしか持ってないんで、ね、これ修理かなと思ってね、あのいつも僕が通ってるね島村楽器に電話したらですね、ちょっとこれねあのパール僕パールなんですけど、パールの方にね聞いてみないと分かんないっていうことで、でパールの方に聞いてもらったらですね、まあちょっと20年前にも販売中止してるから持ってきてもらわないと分かんないってことで、というわけで、次のね金曜日にですね、この動画公開されてる、次の日かなにもうキックペダル持ってっちゃうんで、実質このペダルはもう踏み納めとなります、しばらくね。なので記念にボロボロの状態で、足はあんま使わないですけどね、ボッコられてるからなので足はあんま使わないですけど、遊んでねとりあえずボロボロ君に踏み納めで遊んでいこうと思います。はい、というわけでございましてね、このボロボロキックペダル君のね、一応ね踏み納めとなりました。これをですね、この動画が公開される、次の日金曜日でしょうかね、にねあの島村楽器に、連れてってですね、そこからね、パールさん家に行くんですけども、その時にねあこれだったら治るよって言われるのか、あのお手上げなのか分かりませんけどもね、とりあえずですね、しばらくお別れなんでね、はい。で僕ねもうツインペダルドラマになるつぶまんまんなんで、インパクトパッド買っちゃいましたツインペダル用の、はい。なんでもっとねあの音作りもしていきたいんですけどもね、ペダルがねまともじゃない限り何とも投げないんでね、はい、そんな感じでございました。なのでちょっとねしばらくお待ちするかも分かりませんけども、はい、なわけでございまして、次の動画をねお待ちくださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマー貴教でした。おいやー、ご視聴ありがとうございました。この動画を面白いと思ってくれた方は高評価をポチ、概要欄をチェック、 X っていうか Twitter っていうか X をフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。